吉田です。今回は売上に影響大、ヤフオク出品で重要な商品説明の書き方についてお伝えします。ネット上での取引では実際に商品を見ることができないため、商品説明文に適切な内容が書かれているかどうかが売上に大きく影響します。売れる商品説明文にはいくつかのポイントがありますので、ヤフオクに出品する際にはしっかり押さえておきましょう。今回はヤフオクの商品説明文の書き方について解説しますので、最後までお付き合いください。商品説明に記載するべき内容について、出品する際に写真を掲載するのは当たり前です。ですが実際に写真だけ見ても商品の細かなところまではわかりません。写真ではわからない部分を商品説明文に書くことが大切です。しっかりポイントを押さえておけば、分かりやすい文章で相手に伝わりやすくなります。服を出品する場合に記載するべき商品説明、商品名、色、商品サイズ、商品情報、商品状態、以上の情報はしっかり記載しておきましょう。商品のサイズを測る場合には間違いのないように測らなければなりません。トップス、着丈、袖丈、肩幅、ボトムス、股上、股下、ウエスト。これらのサイズ情報を記載することで、入札率や落札率が大きく変動します。金券類を出品する場合に記載するべき商品説明。コンサートチケットやライブなどのイベント系の説明では以下のものが重要となります。開催日時、開催場所、座席番号、チケット名義の有無、出品枚数、それから会場へのアクセス方法。これらの情報はチケットにすべて書かれていますが、写真ではなく文章で伝えることが重要です。最近ではチケット転売に対する取り締まりが厳しくなっています。そのため座席などの情報は大まかに記載し、写真でもわからないようにしておくことをお勧めします。座席を隠しても主催者側に出品者が分かってしまう可能性もあるため、ファンクラブ会員などは十分気をつける必要があります。会場へのアクセスは自身で細かく記載しなくても、他のサイトにリンクさせるようにタグを使用することができます。リンクの方法については HTML タグを使います。画面を確認しておいてください。株主優待券などの金券を出品する場合は以下のことを記載しておきましょう。商品の正式名称、商品単価や内容、商品数、有効期限、入札枚数、入札単価、公式サイトの URL。 公式サイトへのリンクを記載しておくと、商品説明をすべて調べて掲載する手間が省くことができます。商品の使用方法を質問する方の多くが自身で調べることを苦手とする人です。リンクを貼り付けておけば、そういった方も入札しやすくなります。その他の商品を出品する場合に記載するべき商品説明。洋服や金券以外の物品の場合について説明します。物品では写真はもちろんのこと、サイズ情報も重要となります。サイズを測る際には一番安い発送方法が何かを把握しておきましょう。商品名、色、商品サイズ、商品の状態、商品の情報。バッグや財布などはマチやポケット数も記載しておきましょう。商品の形が複雑なものは、横幅、奥行き、高さに長辺、短辺の記載もしておくことをお勧めします。サイズを測る際に重さも測っておくと、どの配送方法が一番安くなるかを知ることができます。商品の落札予想額が5000円を超える場合は、30万円までの保証がつく宅急便がお勧めです。商品自体の情報以外で記載しておくべき内容、商品のことだけではなく、その他にも記載しておくと入札者が助かる情報があります。送料負担、返品可否、特記しておくことがあればそのことについて、商品についての一言コメント。商品購入時の決済方法、ヤフオクでは支払いと受け取りを行ってくれるヤフー簡単決済が利用できます。落札者が商品の受け取りが完了したら、出品者に支払いが行われる仕組みです。クレジットカード払いや T ポイント払い、銀行払いなどが利用でき、手数料はかかりません。発送方法と配送料を明記。
発送方法はしっかりと記載しましょう。保証のない発送方法にする場合は、保証がつかないことを伝える必要があります。定型概要便やメール便などには保証がつきません。また、運送会社を選べる方がよく、運送会社を選べる方がよく、高額商品の発送は保証がつく方法を選択しましょう。発送方法を明記したら、金額も書いておくことをお勧めします。宅急便は北海道、東北、沖縄でそれぞれ、何円というふうに記載しましょう。落札確率を高めるためには送料無料にすることをお勧めします。入札されやすくなりますが、トラブルを避けるために発送方法の明記だけはしっかりしておきましょう。仮に同じ商品が同じ価格で複数出品されていた場合、最終的には送料の安さで落札を決めます。送料発送方法を明記することによって入札者が入札を決める決め手となります。商品説明文を書く際の工夫。商品説明文はちょっとした工夫で見やすくすることができます。商品説明欄の上にある記号やアルファベットの並んでいる部分を利用しましょう。フォトデザイン。黒い文字だけの商品説明文、5色ですね。フォントデザインです。メリハリがなく、長くなればなるほど読みにくくなります。この文章にメリハリをつけ、内容を読みやすくするために、強調したい文字をドラッグし、B を押しましょう。こうすることで文字が太くなり、さらに色をつけたり、文字を斜めにすることで、さらにメリハリをつけることができます。色の変更はパレットを押し、斜めにしたい場合は T を押すとできます。はい、このような形ですね。リンクの有効活用。商品説明文では他のサイトをリンクさせることができます。商品の詳細がわかる公式サイトをリンクさせたり、送料を自身で調べられるサイトをリンクさせることで、内容をすべて入力する手間を省くことができます。リンクさせたい部分をドラッグする。リンクアイコンをクリックする。貼り付けたい URL を入力する。これだけでリンクを貼り付けることができます。商品を売るために必要なライティングスキル。ヤフオクだけに限らず、アマゾンやメルカリでの出品時に共通して必要不可欠なものが商品説明文です。商品説明文次第で商品が買われる確率は大きく変動します。そのため、商品説明文を書くためには、ある程度のライティングスキルが必要となります。対人という意識を忘れないようにする。どのようなビジネスで、どのような商品を販売しても、最終的に購入金額を支払ってくれるお客さんはみんな同じ人間です。常識的な話ですが、このことを常に意識してネットビジネスをする方は非常に少ないです。ネットビジネスでは実際にお客さんと顔を合わせることはありません。顔を合わせるどころか会話も必要最低限で取引が進みます。セドリや転売ビジネスでは自身とお客さんの間にヤフオクなどといったプラットフォームが挟まります。実際の入金手続きなどもネット上の機能が自動で行ってくれることが多く、直接お金のやり取りをすることもありません。こういったネットビジネスでは対人という意識を忘れがちで、それが商品説明文にも現れてしまいます。例として以下の商品説明文を見て実際にどう思うでしょうか。中古品良い、200円で中古品ですが主張に問題はありませんという説明一言です。こういった商品説明文の商品がたくさんありますが、この説明文を見たほとんどの方が適当だという印象を抱きます。お客さんが知りたいと思う情報を記載する。先ほどの商品説明文にはお客さんが知りたいと思う情報が何も書かれていません。商品の詳細がわからなければお客さんは不安になり、出品者に対する不信感を持ちます。そうなると購入意欲は低下します。説明文にはディスクのみの説明しか書かれておらず、 CD、DVD はディスクだけで発送することはそうそうありません。ケースや歌詞カード、その他の付属品も商品によって様々です。
これらをすべて含めたものが一つの商品であり、ディスク以外の情報も知りたいと思う人が多いのは考えただけでわかります。かなり安い価格で出品すれば購入される可能性はありますが、これだけの情報の商品はまず購入しようと思ってはもらえません。商品写真を見て、この商品は良いかもしれないと出品ページを見てくれても、不安や不満を感じれば感じるほど購入意欲は減っていきます。それを避けるためには商品説明文でどれだけ安心感を与えられるかどうかです。知りたい情報をわかりやすく簡潔に書く。安心感を与える商品説明文を書くためには、知りたいと思う情報を的確に商品説明文に書く必要があります。そして長く書けばいいというわけではなく、知りたい情報をわかりやすく簡潔に書かなければなりません。ただ長いだけの文章はとても読みづらく、説明文を読もうという気力を奪いかねません。また利用するサイト次第では商品説明文に文字制限がある場合もあります。お客さんに安心感を与える文章を書くには、知りたい情報を文章にする、知りたい情報を分かりやすく文章にするという2つのポイントが重要になります。まとめです。商品説明文は落札率を変動させるとても重要なポイントです。内容の少ない商品説明では不安が多く、購入意欲は下がってしまいます。商品を落札したいと思わせるためには、どれだけの情報をどれだけ分かりやすく伝えられるかが重要となります。ただ長く書くわけではなく、テンプレートなどを上手に利用し、誰でも見やすいような商品説明文を心がけましょう。商品説明文を書くことに慣れてしまえば、出品する時間も大幅に短縮することができ、有意義にネットビジネスも行うことができます。以上、ヤフオクにおける商品説明文についてご紹介しました。ということで、チャンネル登録お願いします。